こんにちは、キットマン北海道探索チャンネル。今回は函館に行ったんですが、函館に行く途中までもね、非常に素晴らしい廃墟だとか、遊園地跡もあったので見て回りました。さらに、長谷川ストアのメロンパンの様子も紹介したいと思います。ご覧ください。 札幌から230号線を通り、函館に向かう途中、このように野鳥のひなが道路にね、いました。怪我しているのか、全く動くことができませんでした。車も結構通っているような、その交通量の多いところだったので、よく踏まれてね、ベチャっとなってないなぁと思ってね、もう本当運良かったんじゃないですかね。で、このままだと、いつかね、ベチャっと潰されてしまうということで、連れて帰ることはできないんですが、 その道路の横にね、草があったのでそこに避けときました。あの近くにね、親鳥とかがいるっていうこともありますから、簡単に連れて帰ったりしてはいけないんですね。 ちなみに帰り道にも同じところに寄ったんですが、この小さい野鳥のヒナはもういませんでした。親鳥がちゃんと連れて帰ったのか、あるいはカラスに食べられてしまったのか、まあキツネとかにね、食べられてしまったのか、どうなったのかはわからないんですけれども、まあ、無事にね、あの成長してくれていることを願っております。 さらに進んでいくと国道5号線に入り、おしゃまんべにあるお菓子の王国ハッピーディアーズというね、このような派手な改装のお菓子屋さんがありまして、ここにはね、珍しいお菓子とか面白いグッズなんかが販売されております。どうやらね、学校を改装したお菓子屋さんということで、まあ、かなりね、有名なお菓子屋さんでございます。駐車場も広いですからね、そのドライブの休憩に行くのもいいかもしれません。 さらに長万部を南下すると八雲町に入るんですがこの山崎というところに国内最大級ソフトバンク八雲メガソーラーパークというこんなにひどい光景になってしまいました八雲町というのは日本海と太平洋2つの海に面していてチーズとか酪、ね、農なんかも盛んな素晴らしい町なんですがこのように汚い景観にどんどんなってきています八雲町も再生エネルギーを推進しているということなので町は、ね、もうどうなっているのか のかと思いました。もう不安でしょうがないですよね。こんな光景になって。景観が美しいから観光客がたくさん来るのに、こういう光景にしてしまうと観光客もね、来たくなくなりますよね。私は少なからずもう行きたいとは思いません。内浦湾の様子です。海ギリギリに線路があって、ここを特急北斗などが走ります。そして正面に陸がね、少しだけ見えるんですが、室蘭方面の陸が少しだけ見ることができました。 薬膜町が推し進める太陽光パネル再生エネルギーはとてもひどいことになってますが、お店はね、本当にいいお店がたくさんあります。例えばこのお食事所屋形ってあるんですが、ホタテが取れるシーズンになるとホタテフライなんかのね、素晴らしいメニューなんかがあります。ぜひ立ち寄ってみてください。5号線にはここはドライブインだったんじゃないだろうかと思われるような建物が結構ありました。 こちらの焦点は見かけそうで見かけない形をしております。この横の壁の部分、この角度、おいいですね。キハ183系の横から見たような感じですね。そしてこの洗車コーナーですが、このマシンもね、なかなかレトロなのではないでしょうか。 道南に行くと、イカ飯って書いた看板をあらゆるところで見ることができます。コンビニだとかスーパーで見かけるんですが、実際にイカ飯を手に取って見てみると、函館イカ飯、森町イカ飯とは書いてるんですが、イカはよく見てみると、アメリカ産だったり、あとは中国産なんかが結構あります。函館産って言ったらダメですが、函館イカ飯は OK なわけですね。この一級産のトンチのような、そのイカ飯ですよね。まあ、なかなか面白いなと。 と思って見ていま,したまあ、取れた場所が違うってだけでね、味とかは特に変わらないと思っております。まあ、変わらないでしょう。 さらに南に進んでいくんですが、駒ヶ岳のね、ちょっと山の方に入ってきました。森町の若駒園跡でございます。入り口だけこのように残っているんですが、昔の高級旅館の入り口のような雰囲気がありますよね。それもそのはずです。1960年代に作られた門で、元々は遊園地を作るんじゃないかっていう噂があったんですが、途中で頓挫し、途中のまま廃墟というかね、物だけが残っている状態となっています。 おりますこういった廃墟物っていうのはね、夏に来ちゃいけないですよね。アブもたくさんいて追いかけられましたし、やはり廃墟物をやるのであれば、秋とか、あとは春先ですよね。草が入る前か、草が落ち切った後じゃないとね、見えづらいなと思って来ました。わかっててもね、来るんですよね。このように街灯なんかも赤くね、もう錆びちゃってますからね。 奥の方に行くと小屋も残ってるらしいんですが、小屋まではあの見ることはできませんでした。ただしね、このように便所だったりとか、入り口のオブジェ、あとは道のね、ロータリーの部分なんかを見ることができました。これがね、仮に遊園地としてオープンしていたら、非常にね、あの、名所になってたんじゃないかなとかね、そういうことを想像するのが面白いですよね。で、このように遊具があるんですが、この辺の遊具っていうのは、まあ、その辺にある遊具とあんまり変わんないかなと思って見ていました。 なので施設の遊園地なのかなとかねそんな感じですよね。ということで入り口にある「若駒園と書いた門非常に昭和の貫禄がありましたね。 続きまして、七井町にあったスバルパークアートでございます。もちろん現在は営業していません。営業はしていないんですが、このようにスバルパークの看板は横倒しになっていて落ちている状態です。この書体、ちょっとね、どんな施設なのかワクワクしますよね。どんな施設だったかと言いますと、動物が飼育してあって展示している施設でした。ラクダ、ゾウ、ワニ、サル、ライオン、ヒョウ、ペンギン、あとはオリックスとかインコなんかもいて、 珍しい動物ボンゴもいたそうですこの写真がボンゴの姿なんですが私はねまだ生で見たことがありませんで柵の外からスバルパークっていうのはどんな施設だったのかなと想像していたら横からガル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 ねあのヒグマの鳴く声が聞こえるんですそれがこちらでございますあのセミがねビーンと鳴いて非常に聞き取りづらいんですがこんな感じであのクマがねおおおって鳴いております ヒグマ自体はこの探索チャンネルをやっている時にね、何回も見ているので、別にどうってことはないんですが、私のね、妄想の中ではこの動物がたくさんいたスバルパークのひょっとしたら生き残りなんじゃないのかなとかね、そういうことをね、妄想しました。 続きまして、大沼公園です。ポロトンという観光施設があるんですが、このように車も人もいない、立ち入り禁止の状態となっていました。ポロトン自体は数店舗、大沼公園にあるということなんですが、そのうちの1店舗がね、このように閉鎖されている状態となっていました。工芸品の体験学習やレストランなんかがある、そういった施設でございます。 ポロット感のレストランの口コミを見てみたんですが、どうやら鍋料理が非常に好評だったようです。トウモロコシだとかジンギスカンの入った鍋が絶品だ。そのような声が多かったです。 さらに大沼にこのようなレトロな素晴らしいホテルがありまして、うわこの窓の形とかレトロだよなと思って見てたんですが、横を見ると老人ホームのね、名前が書いてあったんで、いや、最初から老人ホームなわけないよなと思って調べてみたら、やはり最初はホテルでした。大沼太陽ホテルというホテルで、その後にホテルニット大沼になり、現在が老人ホームとなっているということでございます。 さらに、大沼には遊園地がありました。大沼遊園地といって、ゴーカート、コーヒーカップ、メリーゴーランド、ゲームコーナー、アニマルメロディーカー、まあ、動物の音楽が鳴る乗り物ですよね。スカイサイクル。さらに、シーソー、ブランコなんかがありました。かなり大きな遊園地だったということなんですが、行ったことがあるっていう方はね、あのそんな思い出なんかをコメントに書いてくれると幸いでございます。 現在は大沼遊園地の看板だけが残っていて、それ以外は全て解体され、もう自然に帰っている、そういう状態でございます。まあ思い出というか記念のような感じでこのようにね、看板が残っているだけなのかもしれません。まあかつては本当に大沼公園も、いろんなホテルがあり、観光施設があり、レストランがあり、お土産屋さんがあり、遊園地なんかもあった、そんな観光地だったということでございます。ただ沼、大沼公園の沼っていうのはね、いつまで経ってもありますし、綺麗なま,まですか これはねずっと維持していただきたいですよね太陽光パネルだらけにしていただきたくないなと思いました廃業になった遊園地だとかお店お土産屋さんなんかは結構あるんですけれどもさすが大沼公園です現在でも外国人観光客だとか、まあ、道内道外からの、ね、お客さんがたくさんいます特急列車も止まっていてこの日は満員でした 大沼に皆さんに行っていただきたいお蕎麦屋さんがありますそのお蕎麦屋さんがこちらでございます山崎っていうんですけれどもこのメニュー表から見てわかるように少しリーズナブルな価格に設定されておりますしかしですね非常に麺のコシも強くてですねスープの感じも非常に最高でした部屋も和室と椅子の席がありましてそば、まあ、とかね、うどんを食べるのであれば和室があるんだったらできるだけね、私は和室を選びます足が なんだろうが地面畳で食べたいっていうのがありますからねもうそばとねうどん食べました非常に最高でした皆さんにお勧めいたしますメニューも本当に豊富でございます これは函館の路面電車でしょうか ?722 と書いていて、車体の真ん中にライトが一つついてある路面電車がね、ボンと置いてありました。内装の感じとかもそのままの状態になっていました。倉庫として使っているというよりは保存してんのかなと思って見ていましたけれどもね、懐かしい感じと保存状態がいいなと思って見ていました。 さらに七重町には健康センターという素晴らしい温泉があります。毎週火曜日が定休日で大人400円で入浴することができます。温泉はアルカリ性単純温泉で非常にね、無味、無臭、もう色とかね、匂いとかもほとんどないと言ってもいいような状態です。まあ、川の匂いのようなね、ちょっと自然の匂いは少しありましたけれどもね、おすすめしたい温泉でございます。和室の、ね、休憩所も非常に広くてゆったりとじ 時間を、ね、過ごすことができました。 さらにこれもね、七井町だったと思うんですが、長谷川ストアに寄りました。まあ、ただ単純にね、函館に行くっていうのもね、いいんですけれども、その途中をね、楽しむっていうのも、北海道探索チャンネルならではだと思います。このメロンパンなんですけれども、長谷川ストアのメロンパンっていうのは、バターが濃厚な感じがしました。さらに、つくねがね、非常に美味しかったので、まあ、もう一パックぐらい食べたかったかなと思いました。 函館市にやってまいりました。今回の一番の目的と言っていいでしょう。帝王デパートの最後の姿を見に来ました。この帝王デパートというのは昭和37年、1962年にオープンし、今年2023年の8月に閉店するデパートでございます。まあ、今までここ数年、某ニモリアだとか、伊動洋稼働函館店が閉店し、大型商業施設がね、次々と閉店していっている状態でございます。 帝王デパートオリジナルのマットに天井を見ると昭和のレトロな雰囲気が漂っています。素敵なデザインですよね。 私がいた時は8月だったということもあり、閉店セールだとか、あとはもうすでにテナントが抜けていて、すっからかんの状態になっていたりっていう状態でした。まあ、最盛期の姿をね、知っているという方からすると、すでに寂しい状態かもしれませんが、私はね、最後にあの、行くことができてよかったかなと思っております。このデザインだとか、エレベーターの感じとかね、こういうその入り口の階段の雰囲気とか、ちょっとやっぱり独特だなと思いました。 今ではネットとかアマゾンで欲しいものを買うことができますが昔っていうのはね、もちろんネットがなかったですからデパートは特別なところだったんですよね特別なところですからやはりこの内装だとか外装も特別感があってね、素敵ですよねデパートにしかないワクワクがありました デパートといえば、やはり屋上ですよね。屋上でなんかヒーローショーを見たことがあるとかね、遊園地の遊具のようなものがあって、それに乗った思い出があるとかね、そういう人も結構いるのではないでしょうか。まあそんな感じで、今回はね、函館をあの撮影しようと思ったんですが、函館に行くまでがかなりね、長くなってしまいました。そんな感じでありがとうございました。